プリモゲは、フランス海軍のジョルジュレーグ級駆逐艦5番艦。艦名は15世紀のブルトン人提督、エルベド・ポルズ・モゲールに由来し、この名を受け継いだ、フランス軍艦としては6代目にあたる。本艦以降の F70 型駆逐艦は、電子兵装が追加更新され、排水量も増加している。プリモゲは、 DCN ブレスト交渉で建造され1981年11月17日に、寄港、1984年3月17日に、浸水、1986年11月5日に、収益する。1986年1月25日に、サンルナンと命名都市の関係を結ぶ。プリモネは、ブレストに配備され対戦線を主任務とし、海洋における。 初任務にあたる。2000年9月から11月まで北、大西洋においてアメリカ合衆国海軍との合同訓練、ユニファイドスピリット演習に参加する。2002年4月には F70 型駆逐艦の構造的問題により亀裂の修理をする。2003年1月から5月にかけてアラビア海に展開し海上自衛隊から洋上補給も受けている。二千九年五月八日に 戦勝64周年記念の観観式に参加し、6月にはインド海軍と合同演習を実施する。防衛省給油相手国艦提名一覧表。ありがとうございます。